本日はこちらのウクレレをご紹介いたします。DCT の、ソプラノとコンサートですね、DUS の 150K と DUC の 150K ソプラノとコンサートの2本になります。それぞれアカシアコアで作られておりまして、非常にコストパフォーマンス高い、価格が非常にお手頃なモデルとなっておりまして、とっても入門者の方には非常に使いやすいモデルかなと思います。まずじゃあソプラノからですね、こちらが DUS の 150K、でございます。木目もこんな感じで結構華やかな、個体になってまして、特徴としてはこのホワイトのバインディングと、グリーンのこうパーロイドの、インレイというんですかね、の柄になっております。で、ヘッドロゴは DCT の D が入ってて、サイドボタンになってます。入門者の方から非常に使いやすいと思います。サウンドが魅力でございまして、同じくこちらが DUC の 150K ですね、コンサートサイズですね、全く同モデルになります。やっぱりサイズの違いで音量も変わりますね。こちらの方がやっぱり比べると、中音から低音のやっぱり響きっていうのはよく出る、サイズ感の違いですね、なってまして、この辺はお好みでお選びいただければなと思っております。ソプラノでもコンサートでも1本目としては非常に、おすすめでございますので、ぜひこちらの、価格帯も非常にお手頃なモデルとなっておりますので、お問い合わせいただければなと思っております。こんな感じでこちらですね、ソプラノが DCT の DUS150K で、コンサートが DCT の DUC150K となります。お問い合わせ待ちしてます。タンタンでした。